ラコステでたくさん買いました。ありがとうございます。無地カフェがね、大好きなんです私。で、今日は無地カフェ愛をお伝えしたくて動画を回してます。こちらがレバー、トマト、キャベツ、こちら娘が大好きな唐揚げとなっております。カレー、はい、バターチキンカレー。あ、売ってる、はい、トルテで。そうです。すごい美味しい。体に良さそう。週にどれくらい通われてるんですか？そんな渋谷に来た時しかさ、来れる機会がないから。今日渋谷行ったじゃん、はい、だからあ、これは無地カフェかなと思って。渋谷は渋谷でもちょっと遠い渋谷にいたんだけど、タクシーに乗って移動しました。はい、ぐらい好きです、はい、ごめん、娘とご飯シェアしたことがない。このね、レバーがね、美味しいんですよ。うん、うん、うん、美味しいです。はい、最後デザートで締めたいと思います。こちらがですね、チーズケーキなんですけど、本当はね、これ倍ぐらいのサイズなんだけど、ランチとかデリにつけるとこのハーフサイズも購入可能ということです。美味しいのよ、ね、なんか濃厚で。たまんないね。実は今日ラコステに行ってきましてですね、購入品を開けていきたいと思います。いいですか皆さん、はい、嬉しい。これは私ポロシャツ持ってるんで、はい、持ってます。それのロンティー、ポロ生地です。ポロ生地だけど、なんていう、何染めなんだろう。結構巻いてますよね、うん、染め方になんか普通じゃないから結構ダメージされてて、これがすごい可愛い。この黒っていう色もすごい好き。私大絶賛してた。本当にこれ欲しかったの。これめっちゃいいよ、これめっちゃいい。なんかこのデザインも好きでしょ。でレギンス、ハーフレギンス、これはもうね、今の私にぴったり。サイズ大きいの買った。使いやすそう。使いやすい。でこちらでしょ。出た。かわいい。かわいすぎるだろこれ。かわいすぎだよ。肩掛けにできる、ね、ここに引っ掛けられるところが。かわいい。この2つに引っ掛ける。これ絶対かわいいっしょ。弱無素敵な。あとね、ジルサンダーにもこのサイズのバッグ売ってたの。めっちゃかわいいじゃんと思って買いました。で、最後ですね。たったらー、これ絶対履き心地いいと思って、シポンって入るから。これはね、息子に履かせようと思って。子供ってやっぱ履きやすいのがすごい好きだもん。キッズのサイズってことですか？じゃなくてもうね、22とか3がいけるの、年齢的に。だからもう私の着なくなった T シャツとかよく着せてるんだけど、服も靴も。以上、ラコステの購入品でした。私のも見ます。見る。じゃあ、まあ、私の方のラコステを見せます。宇和さんが最初の方に着てたやつ。あ、これめっちゃいいと思ったやつ、私。これも飛行機に乗ってきます。メンズじゃん、メンズ。メンズの S 感。ちょっと全身のルック見せて。かわいいんだよ、今日のマリナ。ほら、かわいい。めっちゃ可愛いんだよ、ルックが。これもその格好に合ってる、今日の格好。なんかハイスクールっていう年齢でもないけど。35歳の高校生。最高。ありがとうございます。娘の購入品にご紹介したいと思います。これもゲットしたんだよね。かわいい。はい、2つ目、ロハンドクリーム、アリエル、ジャスミンの香り。クリーム塗る？塗る。2つ目は、はい、アルコール。こうやって見せなくていいね。かわいいです。これめっちゃかわいい。3つ目は、うん、ドドーン！
ネイルなの、すごい。ドレスアップネイルジャスミンでした。以上購入品どこで買ったんですか。ディズニーストア隣です。お隣です以上渋谷の Vlog でした